今日本入国が難しい。こんにちは、バムチーです。今日はアメリカのニューヨークより日本への帰国入国の様子をお伝えします。4月19日より海外在住の日本人の日本への帰国は過去最高に厳格化されました。実際に入国が認められず送還された日本人の例も報道されるほどです。私の今回の帰国はアメリカのビザと日本での書類手続きのためなのですが、前回の動画ではなぜこのタイミングで日本に戻らなくてはならないのか、また日本入国に必要な書類手続きがいかに大変なものであるかなどをご紹介しました。今日は実際の入国の詳細と14日間の自主隔離期間に日本政府がどのように隔離者をモニターするのか、その様子などをお伝えしたいと思います。空港のチェックインカウンターでは検査の陰性証明書に不備がないかどうかまず細かくチェックされます。2021年4月19日より日本に入国する者全員が取得することになったこの陰性証明書、日本政府指定の検査方法でフライト前72時間以内に取得したもの、日本政府指定のフォーマット使用、医師の署名等が求められます。ちなみに以前の動画でもご紹介しましたが、私はこの日までにワクチン接種を完了し、その証明書も持参しましたが、特に必要とする場面はありませんでした。今回は揃えるべき必要書類の他に、日本に到着までに携帯にインストールしておかなくてはならないアプリがいろいろとあるので、その確認をします。OEL という位置情報確認アプリ、接触確認アプリココア、通話のためにスカイプまたは WhatsApp、 厚生省の質問票にあらかじめ回答しておくことも求められます。 E メールや Google マップの位置情報も確認されます。ちなみにスマホを持っていないという人には自己負担で空港で借りるよう指示されます。この OEL という位置情報確認アプリは14日間毎日数回、回数も時間もランダムに通知が来ます。通知が来ると I'm here、 今ここというボタンをクリックし、自分の位置を政府に知らせるのですが、これに答えないでいると政府から連絡が来たり、氏名を公表されたりする可能性もあるということで、なかなか緊張します。またこのように体調確認のメールも毎日来ます。メールはなんと9カ国語に対応していました。位置情報をはじめスマホの各種設定は自主隔離期間は変更してはならないと指導されます。誓約書に署名も求められます。いろいろ書類を見返していたらだんだん緊張してきました。海外からの入国が今どれだけ規制されているかが感じられます。飛行機降りた後にはとにかく歩きます。ターミナルの端から端まで、そしてまた折り返して歩くんじゃないかというぐらいとにかく歩きます。そして途中10カ所くらいチェックポイントがあって、一つずついろいろなことをチェックしていきます。確認項目はフライト前の検査証明書、携帯の位置情報、会話アプリ、 E メール、誓約書、厚生省からの質問票、空港からどうやって移動するのかなどです。
空港での検査の方法は唾液を採取するのですが、結構な量の唾液が必要で、そのためか唾液を採取する場所にはレモンと梅干しの写真が貼られていました。 4、50分後に判定が出ました。無事陰性の判定が出ると、このようなピンク色の紙がもらえます。公共の交通機関の使用不可、また自主隔離についての注意書きがあります。スーツケースを受け取ったら、とっても優しいメッセージがついていて感動しました。公共の交通機関は使えないので、頼んであった車を待ちます。以上、これまでになく厳しくなっている海外からの日本入国状況をお伝えしました。これから14日間の自主隔離頑張ります。このチャンネルは海外から見た日本の反応を中心にお送りしています。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。